小ズキは、バラか小ズキ族の落葉鉱木。別名に硬すぎ、はかりの芽、どうかの七カマ土族に含められる場合もある。和名小ズキの由来は、果実が小さく小ズ大ほどの大きさであること。表面には、梨のような白色の皮目があるところから来ている。別名のはかりの芽は、若い枝に、目盛りのような皮目があることに由来する。その他の別名に、オーバーアズキ 白毛あずきなし、丸葉あずきなしなどがある。日本では北海道、本州、四国、九州に分布し、低山地の乾燥した尾根筋などに生育する。世界では朝鮮、中国、薄利地方に分布する。落葉紅葉樹の中高木。樹高は15メートル以上に達する。樹皮は開国褐色でザラつき、老木では縦に細長い裂け目が入る。 若い枝は四国色で白色の皮目がある。葉は単葉で個性し、葉心は卵状楕円形、楕円形、または東卵型で、長さ5から10センチメートル幅3から4センチメートル、先端は短く尖り、基部は節型から円形になり、円は重挙子がある。葉の裏面に突出する側脈が目立ち、鉢から重対あり、ほぼ直線上に車状し円に達する。 洋平は長さ1から2センチメートルあり赤みを帯び難毛が生える。花器は5から6月。新しい枝先に複産防火状を出して直径1から1 5センチメートルの白色の花を5から20個つける。花柄は長さ1から1 5センチメートルある。学編は長さ2から3ミリメートル花弁は円形で平ら開けし5枚つく。融水は二十個。 果中は2個あり、心側は膠着する。柿は10月頃。果実は、梨状化で、長さ8から10ミリメートル、幅6から8ミリメートルの楕円型になり、赤く熟す。種子は4個あり、長さ5から6ミリメートル、幅2から3ミリメートルの卵型、または、卵状楕円型になる。植栽樹として、庭木に利用される。春の白い花。 秋の紅葉などが楽しめ樹種で、葉が小さくて可愛らしく、繊細で涼しげな雰囲気を持ち、成長が遅いことから人気がある。日向から半日影地で育てるが、西日を嫌う性質があるため、東南方向の庭の植栽に適している。栽培する土壌の質は、適度な湿度を持った佐渡から佐城土にして、根を深く張る。植栽適期は、11月から1月とされる。 寒冷地向きの樹木で、剪定は12から2月とされているが、寒冷地向きの樹木であることから、風通しを良くする程度に枝葉をまびく。ありがとうございます。